カリ工場はかつて愛知県カリ市にあった名古屋鉄道の車両基地である。三河線カリ駅の壁南方面に存在した。広さは用地が1976平方メートル。建物が2188平方メートル。元は三河鉄道の車両工場であった。名鉄の車両基地としては1948年に新川工場の貨物業務が カリア工場へと移管され、貨車専門工場として発足している。名鉄前線の貨車の検車や修理を担当し、カリア駅、神宮前駅、西岩島駅に置かれた各貨車区を配下として、管轄していた。ただし工場内に併設されたカリア建車区は、カリア工場直轄ではなく、新川工場の管轄であった。なお、1五十六年までは、三河線の電車についても、 定期検査を実施していたが、同年以降、三河線車両の検査は、鳴海工場が担当するようになった。1964年には、貨物取扱いの減少により、刈谷工場は刈谷分工場に解消し、鳴海工場の廃下となった。その後、三河線の海線での貨物の取扱いが廃止され、名鉄自体の貨物取扱いの減少に伴う貨車の減少もあり、 1968年10月に工場は閉鎖された。ABC 名古屋鉄道車市名古屋鉄道名古屋鉄道1961年704ページ a c b 0 0零ジャンク4名古屋鉄道車市名古屋鉄道名古屋鉄道1961年547ページ a c b 0 0零ジャンク4徳田光一 名古屋近郊電車のある風景混略 JTB2003 年45ページ。ISBN 978から45億3 3 4万5981。ありがとうございます。